はい、皆さんこんにちは、ラピッ TV です。本日は月の不思議な場所、フォンボルトクレーター内にある謎の5基のタワーを 3DLROC クイックマップで発見しましたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このフォンボルトクレーター内にある5つのクレーターを発見しました。それの位置がこれになります。赤枠内です。はい、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所となっております。この赤枠内のところを見れば、ズームしていけば皆さんも見ることができます。まずここから行ってみたいと思います。ここズームしていきます。この2つのクレーター分かりやすいです。そしてここまでズームするとコントロールキーで傾けましょう。はい、もちろんここは 3D の設定にしといてください。はい、すると見えてきました。もうお分かりでしょうか。ここ尖った部分、ここズームしますと、これが、まあ、クレーター内のさらに小さなクレーター、二重のクレーター内にあります一つ目の、まあ、謎のタワーということになります。果たしてこれはどういった目的で建てられているのでしょうか。まあ、地下に住むエネルギー源を吸収するためのアンテナ的な役目でしょうか。皆さんのご意見、想像お待ちしております。コメントぜひお寄せください。またこのクイックマップ 3D の LROC のこのリンクは下の概要欄にすぐ飛べるようにリンク貼っときますので、あなたもこのフォンボルトクレーター内にある5つのこのタワーを見てください。これが1つ目となります。続いてこれをまあ平面に戻しまして、はい、2つ目に行きたいと思います。ここですね。はい、この部分、この部分をズームしましたらコントロールキーで、はい、回転すると現れました。どうですか。これはまあ一番ね、5つの中で一番目立つやつとなっております。この山の部分にまっすぐ垂直に立っております。ここに警告がありますよね。まるでアンテナですよね。テレビ塔みたいなアンテナです。そしてこの三角形は変わっております。何かアンテナのようにここを収縮するのか、タケノコのようにだんだんと節があるのが見えます。他のはないんですけどね、これはそのように見えます。まあ夜とこうなりますが、皆さんどうでしょうか。これが2つ目のクレーターとなります。周りのロケーションちょっと見てください。向こうに山々が見えます。そしてこういったロケーションにこういったものがニョキッと出てきているというものです。果たしてこのフォンボルトクレーター内にある5つのこのタワーの中で一番目立つものがこれとなります。そして次に行きたいと思います。そして3つ目を探したいと思います。3つ目がここですね。ここでいうところの、はい、わかりますか。ここが地図です。そしてズームするとこのクレーターとこのクレーター、そしてここに溝みたいなものがあって、ここですね、ここら辺をズームしていきます。するとここに三角になったところがあります。それのこの頂点の部分をズームしていきます。はい、この辺でぼかしがかかってるんですよ。ここは何かこういう画像のデジタル処理でぼかされております。その中に現れる、はい、今見えてきました。ちょうどここら辺は画像処理かけられて、まあこういうふうにモザイクで消されております。なんでか分かりませんが、そこに現れるこれがそのまたタワー3つ目となります。そしてここからは画像は消されておりません。こんな感じでここはモザイクが一体にかけられているのはなぜでしょうか。何か見せてはいけないものがここら辺に隠されているのではないでしょうか。これが3つ目となります。そしてまた倒して起こします。この位置ですね。はい、そして今度は4つ目を見たいと思います。4つ目の位置が、はい、こことここと、これが4つ5つとなりますので、まあ、順番は逆になっても、まずこちらの方から見ていきます。ここに小さなクレーターがあって、ここをズームします。するとここに
またこういう黒い影が見えてきますが、その横この辺で、はい、3D でズームしていきますと、はい、見えました。これです。お分かりでしょうか。光で反射している中に、はい、そびえ立つ現れました。これが、まあ、もう一つのクリスタルタワーとなります。光っているのか、かなり光が反射しているのか、白っぽいのか、こういった感じのタワーが、これが、まあ、4つ目となります。まあ、位置関係、まあ、こんな感じに見えているということで、こちら側からでは少ししか見えませんが、反対側の方から見るとこれだけ見ることができます。で、向こうに山々が見えております。果たしてこれは何のために立っているのでしょうかね。皆さんの推測お待ちしております。おそらくエネルギーを吸収するためか、地下に住む何か、地下に住んでいるための排気口か、それとも何でしょうかね。皆さんの、まあ、想像をお任せします。そして最後の5つ目に行きたいと思います。そして最後がこの辺でしたよね。ちょっと地図を出します。私が座標、ここですね。ここは先ほどがここでしたので、位置的に言いますとこうあって、ここにクレーターありますよね。そしてその先あたり、この辺です。ここズームしていきます。ここですね。ここズームして、ここら辺でコントロールキーで倒してみます。はい、ここに現れました。これが5つ目の、まあ、これは小さなクレーターとなりますが、その中の、まあ、小さい方の、まあ、タワーとなります。これが最後の5つ目です。ここにも横にモザイクがかけられて、この辺一帯は、まあ、見れなくされておりますので、何かこのタワーとここら辺にあるのに何か隠されたものがあるのでしょうか。皆さん、これは不思議ですよね。ここのところかなりモザイクがかけられております。皆さんのご意見お待ちしております。今日はこのフォンボルトクレーター内にあります5つのこの不思議なタワー、三角形のタワーをご紹介しました。だが、その最後に見せますフンボルトクレーター、フォンボルトクレーターの位置となります。これは Google Earth のムーンで見せたものです。この赤枠内です。そして今日 お見せしたのがこれ、そしてこれが2つ目かな。これが一番すごいやつですね。そしてこれ引いたやつ、そしてこれ各種5つ皆さんに見せましたので、ぜひこの不思議な二重の小さなクレーターのところに立つこのタワーも見てみてください。ではまた不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。ラピッ TV でした。ではまたです。さよなら。